皆さんこんにちは。ついにほぼ日手帳が発売になりましたね。私も、昨日9月1日にね買ってきたので、今日は早速その購入品紹介をしていきたいと思います。でね、私は最初ネットでほぼ日の公式サイトで買おうと思ったんですけど、もう全然つながらなくて、お会計の決済画面にどうしてもつながらなくてね、昨日9月1日の午前11時から発売だったんですけど、もう11時前にパソコン立ち上げてスタンバイして、11時になったと同時にもう買おうとしたんですけど、全然繋がらなくて、もう1時間以上ですね、12時過ぎまでずっとポチポチしてたんですけど、全く繋がらずで、欲しかったものもね続々と売り切れになっちゃって、もう残ってるのがこの欲しかった寿司の本と寿司のスタッポ、私の欲しかったものの中ではそれくらいしか残ってなくなっちゃったんですね。で、と思って、もうほぼ日ほんと十何年も買ってきてるけど、こんな買えなかったっけかなと思って、ちょっとすごいショックだったんですけど、でちょっとね最寄りのロフトに急遽電話して、私がもう一つ狙ってた運送堂さんの本のA6 のオリジナルのサイズの方が在庫ありますかって電話で確認したら、ありますよって感じで、なんかまだまだいっぱいあるみたいな雰囲気の軽い返事だったんで、そうなんだと思って、急遽ちょっと実店舗のね、ロフトの方に行って、これを買ってきました。で、ちょっと早速、開けていきたいと思います。で、私が一番狙ってたのはこの寿司ですね。寿司の本か、運送堂さんの本かですごい迷ってたんですけど、実際見たらねやっぱこっちが良くて、で結局スタッポも寿司にしちゃうっていう、まさかの寿司三昧、こんな人いないと思うんですけど、とにかく寿司三昧で買ってきましたので、一個ずつ開けていきたいと思います。でちょっとじゃあこれからいきますかね。まずメインの本のタイ&チーフの寿司ですね。これちょっともうね待ちきれなくて一回開けてるんですけど、中身はそのままなんで開けます。これですね。で無料の下敷きがついてて、でこれねなんか笑っちゃうんですけどね、手帳仮面の謎っていうパンフレットもついてますね。すごいちょっと不気味な感じの面白い絵で、もう読んじゃいました。これ楽しいので、これ挟んでずっと1年間手帳のお供にしたいと思います。いいですね。本はね今年は私カズンの本のタイ&チーフの猫のやつかな、それ買ってちょっと使ってたんですけど、本っていいですよね。コンパクトに持てるのでカバーかけなくていいのでね、こう本の感じが気に入ったのでオリジナルの本にしました。でこのタイ&チーフが私大好きなの でこれとね、すごい可愛いこのね結構色もどぎつい黄色じゃなくて、実際見てみるとすごい温かみのあるなんかレモンイエローみたいな感じの色で、すごい目に優しい可愛い色なんですよね。で寿司柄もすごい細部まで刺繍が細かくされてて、すごい可愛いんです。でね、はい、中身はまあいつものほぼ日ですね。でねロフトにはね英語版が置いてなくて、私は英語版が欲しかったんですけど、ちょっと日本語版しかなかったので日本語版買いました。でねやっぱお言葉がすごいもう細かい字でこんな長く書いてあって、やっぱりねちょっと私はこうやって開いてみた時に毎日の言葉全然読まないし、こんなに文字がいっぱい書いてあるとちょっと圧倒されちゃってね、うわーって思っちゃうんですよね。これ見るとねやっぱり1日1ページ使いこなせるのかなってちょっと不安になっちゃうんですけど、これでねスプラ日記書くって決めたので頑張って使っていきたいと思います。でお言葉はねちょっとあまりにもあんまりなんていうのかな、目に気になるようだったらもうここにねメモ
メモ帳かなんかの紙を貼ってしまって、ここも上なんか書いちゃうとか、あとはマステですね、マステをこう貼ってデコレーションして隠していくっていうのもいいかなと思ってます。で、いつもの本の中身ですね。 しおりはどうなのかな、今しおりあったけど、しおりを、あ、ありました。あ、しおりはね、この薄い黄色とネイビーみたいな色かな、な感じですね。しおりが2本ついてるのも本当いいんですよね。デイリーと、あとこっちのマンスリーかなんかに挟むっていうのですごい便利です。ちょっとまだね、来年まで使わないと思うので、しおりも挟んでおきます。そうですね。で、メモページもちょっとついてるけど、まあ、あんまりページ数ないのでね、ここはそんなに使わないかな。なんか、メモをもし大量に書くんなら、今年ウィークスのメガも買ってて、使ってないのが余ってるんで、そのメモページを活用していきたいと思います。で、タイムテーブル、これね、ちっちゃいですね。特に使い道はないかな。いつも言ってるんだけど、ゴミ捨ての予定、ね、燃えるゴミの日とか書くか。クラフペーパーが、クラフ書くところですね。で、フェイバリット、これもね、いつも使わないんですよね。ここ書くのがね、すごいちっちゃくて、なんか本のタイトルとかも書ききれないぐらいになっちゃうので、まあこれ使ってないですね。で、あとマイ100、これもね、私にはこの1行に書くのがちっちゃすぎて書ききれなくなっちゃうので、なんで私こんな長々書いちゃうんでしょうね。どこにでもこういう欄がね、軒並みちっちゃすぎて書ききれないんですよね。なので、これもね、あんま使わないと思いますね。なんかあれかな、うちにあるペンのインクリストとかにするにはいいかな。ここからが毎年違うのかな。ここがちょっとお楽しみのページなんですけど、真似して書けるスケジュールアイコンということで、これすごい可愛いですね。なんか書いて練習したい。結構ね、私ハンコとかシールとかも買ったんですけど、結局ね、こうやって手書きでちょっとマーク書いて書くのが一番もうペン一本でこと足りるんで、でしかも早いし、ハンコとかだとね、こういうちゃんとデスクで平らなとこで押さなきゃとかあるんですけど、こうやってペンでささって書ければ、ベッドで寝転がって書いたりとかも全然できるので、こういうのを書けるならね、それが一番手軽で手っ取り早くていいなと思いますね。なので、こういうのなんか練習して書けるようになりたいと思います。次、書くのが楽しみになる日記。これね、なんか寂しい夜にはペンを持ての本のなんか作者の方の言葉が載ってるみたいなんですけど、この寂しい夜にはペンを持てってね、ちょっと手帳界隈の方たちの間で話題になってた本だと思うんですけど、これ私読んでないのでね、読んでみたいですね。はい、で、これが一番私は楽しみにしてた都道府県おすすめ麺リストですね。もう私麺類大好きなので、これすごいいいですよね。もう死ぬまでに制覇したいな、これ全部私はね、横浜に住んでるので、神奈川のね、そうサンマーメンですね、あと家系ラーメン、そうそう、でニュータンタンメンって、これあれだったんだ、横浜っていうか神奈川のものだったんですね、知りませんでした。で、24、節気のこと読み方合ってるのかなこれね、こういうのなんかいいですよね。風流で全然意味知らないような言葉も結構あるのでね、後で読みたいと思います。
で、まあ、このもしもの時の準備をしよう。これはね、結構私今年避難するためのリュックを、防災グッズを作ったんですね。その時このページ参考にしましたね。うん、これ役に立ちました。緊急連絡先、単位換算表。そうそう、これね、なんかほぼ日をもっと楽しむって、このほぼ日のダウンロードシティってこの前ちょっと見たんですけど、すごい面白いあのレイアウトがテンプレートがいっぱいあって、せっかく最近ねレーザープリンター買ったので、ちょっとここから何かプリントしたいなと思います。ギフト、あね、これも結構そう言われてみればそうですね。誕生日でなんか家族とか友達にあげたものとか毎年かぶっちゃったりすると嫌なのでここに書いとくのもいいですね。そうで、この早見表、うん、これね絶対日本人なら必要ですよねこれ海外の人は多分何のためについてるのか意味わかんないと思うんですけど、もう日本人だったら絶対これいると思います。はい、こんな感じですね。はい。でね、この、これと、寿司と、あの、運送堂の本と、すごい迷って、もうロフトでね、両方、サンプルを、こう、もう、まじまじと触ってみて、で、ロフトでも売り切れちゃったら嫌なので、とりあえずこれと、その、運送堂さんのやつを、もう、取って、自分でカゴに入れて、もうずっとね、その後、あのどっちか決められなくて、もう頭冷やそうと思ってカゴに両方入れたままロフトのいろんなとこぐるぐる回ってね考えてたんですけど、運送堂さんの方も実際見てみたら、もう柄は本当に素敵で良かったんですけど、素材がちょっと私が思ってた素材と違ったんですね。なんかあのファブリック素材なんですけど、ちょっとペタペタしたようなビニールっぽい素材っていうか、ビニールのテーブルクロスみたいな感じで、どうしても私はその食感手触りが好きになれなくて、でこっちがね、あのサンプルで置いてあったやつがもうすごい柔らかくてふっくらしてて、もう手触りが抜群だったんですよね。で絶対こっちのが手に馴染むなと思って、もうギリギリまで迷って両方カゴに入れてぐる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 ロフトの中回ってたんですけど、結局これにしました、ね、運送堂さんのファブリック生地はこのねカラーズ、このウィークスのカラーズみたいな素材なのかなと思ってたんですけど、私この手触りもすごい好きで、サラサラしてて気持ちいいので、これであの柄だったらもう絶対あれ欲しかったんですけど、なんかこれになんかコーティングしてるのかな、なんかプリントするためにはそうしないとしょうがないのかわかんないんですけど、なんかペタペタしててちょっと手に持つと気持ち悪いっていうか、もう私はあんまり好きな手触りではなかったので、結局これにしましたね。でね、寿司柄って誰もあの YouTube でもね、あの手帳会議、ほぼ日の手帳会議とかされてる方でも誰も触れてなくて、全然人気はないんだろうなと思ってましたし、現にあのほぼ日の公式サイトでも続々売り切れが出てる中で、これはずっとあったので、まあ実際そんな売れてはいないのかなと思うんですけど、これ私がねこうロフトでサンプルとか見て、あどうしようかなって見てたら、私の隣に来た女の人も寿司これ手に取って、もうずっとなんかどうしようかなみたいな感じで迷ってたんですよね。なのでちょっと私は心の中でもいいじゃんと思って、もう寿司姉妹になろうって思ってたんですけど、その方が立ち去ってからもうまた別の女の人が来て、また寿司手に取ってすごいずっと見てて、結構ねあの見てたら入れ替わり立ち替わり寿司を手に取って見てる方が多くて、なんかね結構実際に見ると可愛いと思います。ネットで見るよりね、色が本当あの絶妙な温かみのある可愛い黄色で、
刺繍もすごいちまっとしててるんだけど、すごい細かくて可愛くて、これね実際見ると可愛いですよはい、でまさかのさらに寿司っていうねスタンプスタンプはもう本当にあの手帳よりも欲しいぐらい欲しかったんですけど、まあね、あのこの間の購入品を考える動画ではぬるっと開けちゃいましたけど、こっちを寿司にするならスタップはまあ別の柄で喫茶にしようかなって思ってて、ロフトにまああのこれも喫茶もあとリバティープリントのやつも揃ってたんですけど、でこっちにしようかなと思って、あのスタップは喫茶をねカゴに入れたんですよね。だけどどうしてもやっぱり寿司柄のスタップが可愛くて、もうどうしようってこっちもすごい迷って、でもこれ寿司にしてこれも寿司なんてそんなやついると思って最後まで迷ってたんですけど、どうしても私この柄が可愛くて、喫茶も可愛かったけど、もうねこれをこっちの柄にしたからこっちは別にしようとかそういう考えはちょっと一旦置いといて、各アイテムでどれが本当に一番欲しいのかってそれで決めようって、もうあの腹をくくったというかですね。でこれはこれにして、でもスタッフもやっぱりこれが可愛いからいいやこれでって、もう寿司柄にしちゃいました。でもね、あの帰ってきてからね、いろんな方がもう購入品紹介 YouTube 出してて、スタッフ買ってる方も結構いたんですけど、皆さんやっぱ喫茶買ってて寿司買ってる人誰もいませんでしたねもうだけどね、これ可愛いんですよ。中もガリの色のピンクで、この中の色がピンクっていうのも決め手でしたね。あの喫茶の方はなんだろう、ちょっとライムイエローっていうかそんな感じの色だったと思うんですけど、これねいいですね。結構最近またね文房具熱が再発してて、机の上に文房具が溢れてるので、これに入れてね整理したいと思います。ここがこう結構マチがちょっとあるので、ここにハンコ類とかも入れられるかなと思って、それもいいですね。あとここペン立てで、ここに手帳を入れるって、ここ縦はもちろん入るんですけど、横も入るのかな。横だとちょっとここがボコってなっちゃうけど、まあそれでもここにねペン入れられるので、ここに入れてもいいですね。ただ全部は入んないかな、私が使いたい手帳これバイブルサイズね、これはきついかな。縦はもちろん入るけど閉まんないですもんね。今度これは入れられないかな、迷いますね。ここもあの大きいポケットになってるんで、中もピンクとお寿司の柄で可愛いんですけど、ここに無理やり入れるっていうことは、入るは入るけどだいぶ無理やりですね。そうするとこっちがね圧迫されちゃって、もこっちが入んなくなっちゃうので、まあ、バイブルサイズは無理に入れることはないですかね。これとあとこれですね、 M6 のミネルバボックス、これをね入れたいんだけども、入るか、まあこれは縦しか無理かな。こうすれば入りますけどね、これでいいか。いや迷う、これだったらこれも縦でいっか、これとこれを入れてここにペン入れて、ここになんかハンコとか付箋とか小物入れて、ここにシールとか入れたらいいかな、これでねその家の中を持ち歩きしたいんですよね。わ、閉まんないですねこれだとまあギリギリ貼れるかこれだとちょっとはみ出しちゃうけど、まあ
閉まるは閉まりますね。まあ、どうせ移動するのはね、仕事部屋とその寝室の間だけなので、閉めるのはその時だけなので、まあかなと思います。いやでも結構パンパンですね、もう。いやこれがね、すごい20ミリ系なので、すごい厚さがあってずっしりしててかさばるんですよね。まあちょっとそれは後で考えよう。お揃いかわいいでしょう。かわいいと思います。寿司三昧。はい。で、あと、これはここ置いとこうかな。ちょっと片付けます。このね、下敷きあんま使わないと思うんだよな。私下敷きもね、これすごい嬉しい、北岸由美さんの下敷き3種類買えたので、これは使わないと思うんですけど、これはね、ちょっと逆にシステム手帳用に、システム手帳のなんか M6 のサイズとかに自分でカットしちゃって穴開けてディバイダーみたいにするっていう手もありますね。ちょっとこれは要検討。もう一つ狙ってた北岸由美さんの下敷き 3種類全部買えました。でもこれはね、ほぼ日のサイトでもまだあったと思うんですよね。だから多分人気だけど、数もすごいたくさん作ったのかなと思います。ちょっと一個ずつ開けていこう。いやー、かわいいですね。北岸由美さんの手帳、普通のオリジナルの手帳カバーはロフトにはまだありましたね。まだ3つぐらい置いてあって、多分補充されると思うんですけど、ありました。ただね、ネットだともう売り切れちゃって。でやっぱりね、カズンの方が人気なのか、カズンはロフトでもなかったですね。はい、オリジナル、これかわいいですね。すごい赤くて、ね、なんか赤と緑なので若干クリスマスっぽい感じもするんですけど、かわいい猫が、うさぎ型の、これなんだろう、ジョウロかな、バッグかな、なんか持ってますね。かわいい。で、後ろも書いてあるんだ。いいですね。はい。で、これに挟むと。ね、ここに Today って書いてあるので、しおり代わりにも使えますね。別に変じゃないですよね。黄色に青のタブが出てても。全然別ジャンルのやつを買ってるんで、合うかどうかすごい不安だったんですけど、まあ、いいと思います。かわいい。で、まだ買ってるのが、今度ウィークスですね。これはアニマルマンションというドールハウスみたいな柄です。はい、こんな感じですね。詳しく見せた方がいいのかな。ね、植物の置いてある部屋とか、ベッドルームとか、あとなんだろう、図書室みたいな、この辺かな感じですね。はい。いや、すごい可愛いですね。これ買ってよかった。で、後ろはすごい黄緑で、家の全体像が書いてあります。ウィークスの下敷きは1個持ってるんですけど、これはこれでね、買おうと思います。これ今年のメガなんですけど、途中までねすごいちゃんと書いてたんだけど、これはなんか家計簿として使ってたんですけど、途中からシステム手帳に移行しちゃって全然書いてないくなっちゃったんですけど、最近ねちょっとまた来年ほぼ日買おうって決めてから、ほぼ日ちゃんとシステム手帳を使いながらも使えるのかなって自分で実験してみようと思って、まあ、スプラ日記をねこっちに書き始めたんですね。またちょっといろいろ書いてあるんですけど、なのでね、これはここで使っていこうかなと思います。これは赤ですね。青い表紙に赤いタブと思います。かわいい。
ただそうですね、これスプラ日記は万年筆で書いてるんで、まあ、正直万年筆で書くときは下敷きいらないしない方がいいよまである感じもするんですけど、まあ、ちょっとしおりとしてね挟んどくだけでも可愛いので使いたいと思います。で最後これね、カズン用の下敷き、カズン用の下敷きも実は持ってて、あの動物の森の柄のやつ持ってるんですけどまあね、下敷き何枚あっても大丈夫でしょうということで買いましたはい、これね、実はこの柄が一番私いいなと思って、このガーデンパーティーみたいなお茶会の動物がお茶会してる絵ですね。これがすごい可愛いと思います。これはピンクですね、タブがすごい、ここにちゃんとあのアフタヌーンティーみたいな3段重ねの お皿があって、これスコーンかな、スコーンらしきものもありますね。すごい可愛い猫ちゃんが後ろ手に花束持ったり、後ろはこのピンクなんですね。いいですねこれ、ほんとかわいい。なんか今年の文具女子博のテーマもティーパーティーだっけ、何でしたっけ忘れちゃったあのお茶会のテーマだったので、なんかそれのグッズを買った方はね、それと一緒に使っても合いそうですよね。はい、あとはデコラッシュを2種類買いました。で一つね、この北岸由美さんのデコラッシュがすごいかわいいので買いました。でも私デコラッシュすごい苦手で、弾くのが下手くそで全然うまく弾けた試しがないんですけどなのでね、ちゃんと弾けるかすごい不安なんですけど、あまりにも柄が可愛いのでちょっと買っちゃいました。でもう一つはまた寿司もうここまで来たら寿司で揃えちゃおうと思ってこれも買いました。こんなに寿司推しな人はいないでしょう。はい、で同じかな、そうですね、両方とも10ミリ幅ですね、同じです。いやーかわいいいいですね。これもね、ほぼ日の公式サイトでは売り切れてたのでロフトで買えてよかったなと思います。ロフトの方もね、私が見てる時はまだいくつか在庫あって、でこれとかね、あのカゴに入れてフラフラして、あそうだデコラッシュも買おうと思って戻ってきた時にはあと1個しかなくなってたんですね。なのでギリギリ買えたっていう感じです。はい、ちょっと引いてみようかな、あ緊張するけどこれに引いてみようと思います。ここでいいかな、怖いのでここに引いてみます。なんかね、私デコラッシュ引くときいつもあのテープが空回りしちゃって、どん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 貼り付けられないで送られてっちゃってなんかこっち側にも使えない、貼ってないのに使えないのが溜まってっちゃって、すごい無駄にしちゃうんですよね。それでいつも失敗しちゃうんだけど、できるかな、これやっていきたいと思います。いけたいけた、あほらダメだ、もうちょっと立てた方がいいのかな、どうでしょう、ちょっとここかすれちゃった、かすれちゃいましたね、もう一回やってみます。ちょっと立てた方がいいんですかね、あダメだほらこういう風にね腫れてなくて送られてっちゃうんですよね。なんでなんだろう、ちょっとデコボコしてるのかな、下敷きを入れてやってみます。あーほらほらちょっと絶望的にデコラッシュが下手、なんでなんでしょうね、いやショック、なんかトモイリバーがツルツルしすぎててできないのかなっていう気もするんですけどね。なんか別の紙でやってみるか、
でもこれにねやりたいのでトモエリバイできなかったら意味ないんだけど、このラブリーフのリフィルでやってみます。これね、これだったらいけるか。ああ緊張、なんでこんな下手なんでしょうね私。もっと寝かすのかな、寝かすのか、寝かすみたいですね。おー、いけたいけたいけた。あ、かわいい寿司が並んでる。そっか、ちょっとさっき立てすぎてたのかな。もう一回これでやってみよう。で、もうちょっと寝かせて、あ、そうだね、そう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 、さっき立てすぎてましたね。あ、ダメだ、あ、ダメだ、お箸だこれ、かわいい。何種類あるんでしょうね。でもなんか下手すぎてここもダメで、いやー緊張、なかなかうまくできないですね。なんかこうやってねできないで送られてっちゃって、ほんともうすぐこっちに溜まってってすぐなくなっちゃうんですよね私いやーうん、うん、ねえ、やっぱトモエリバーがちょっとやりにくいっていうのはある気がしますね。こっちのが簡単にできたね、こっちのがはっきり楽にできますもんね。いやかわいい、ちょっと何種類あるのかなんかお寿司屋さんみたいですね本当に。すごい種類ありますね。こことここが同じか、一周したのかな。お茶とか卵もあるし、あ、お茶も2種類あるんだ。これめっちゃ種類ないですか。まだまだまだある。ホタテ、あ、ここで一周しましたね、かわいい。こんなに種類がありますすごいいい。でもやっぱりちょっとほぼ日トモエリバーにやる方が難易度が高い気がします。こっちはそんな一回も失敗せずにバッチリできました。いやかわいいこれも本当に細かくて寿司柄いいですね。いやこっちやってみようかな。これはもう失敗したくない、もう手に入らないし今度これ縦なんですよね。これで見ようかな、ここにやろっか。いやー怖い怖い怖い。お、いけた、あ、いけたいけたいけた。あ、ちょっとなんかおかしい、ちょっとここ変だけど、まあまあできました。へえかわいいこれも一周するまでやってみようかな。まだ一周してないですね。あ、これでここでもう一周してる。これで2行で全種類ですね。めっちゃかわいいこれ見えるでしょうか。こんな感じも見ますか、ここかな、こんな感じです。はい、いやーこれすごい可愛いけど私の技術が追いつくかどうかが問題です。このリフィルだったらできる気がする。ここにもやりたいのでどうしようかなっていう感じですね。せっかくねこれとこれ買ったのでここにやりたいですよね。うまくできるように頑張ります。はい、で今のところ買ってるのが、買ったのがこれですね。紹介したこれらのグッズなんですけど、今のところっていう言い方がなんか不穏だと思いますよねということで第2弾を実はもう買ってます。はい、
ロフト行ってこれ買って帰ってきてからいろんな方のね YouTube 動画も購入しましたっていう購入品動画の YouTube 見てたんですよ。そしたらねやっぱり同じようにロフ公式サイトは繋がんなくて売り切れだったってけどしばらく経ったら在庫復活してますねって言ってる方がいたんですね。それでと思って昨日の夕方ぐらいですかねもう一度つないでみたら本当に売り切れだったものが続々ともう補充されてて在庫が復活しててしかも試しにいくつかカートに入れてお会計の画面まで行ってみたんですね。そしたらすんなり行けてうわこれ買えるなと思ってなのででね、しかも私が来年ほぼ日欲しいなって思ったきっかけが購入したらもらえるノートですね。ノートが欲しくてウィークスも諦めてこの本にしようって思ったんですけどロフトで買っちゃうとねそのおまけの品がもらえないのでそこだけちょっと気がかりだったんですけどほぼ日の公式サイトで復活して買えるならねいやーノートも欲しいしもう一冊買っちゃうと思ってでねやっぱ最後まで迷ってたこの寿司と運送堂さんの本ですね。で運送堂さんの本も午前中見た時はもう早々に売り切れてたんだけど復活してたのでもうねポチっちゃいましたねえ なぜもうこの1日1ページは本当に私苦手で使えないって自分で分かってるのになぜか来年は2冊も買っちゃったっていうすごいもう狂気ですね。ここまでここまで来たら本当に自分がどうかしてると思うんですけど買っちゃいました。うん、あとね北岸由美さんの付箋はすごい可愛くて絶対買おうと思ってたんですけどもうあれが一番ぐらいにネットで売り切れちゃっててでロフトにもなかったので買えてなかったんですけど夕方見たらねほぼ日のサイトで付箋も復活してたのでこれも絶対欲しいと思って付箋とその運送堂さんの本を買い足しました。でね、ネットで買ったのでノートおまけのノートももらえるということでこのねそれが届くのを楽しみに待ちたいと思います。でねこの1日1ページ2冊もあってどうやって使うと思ってるんですけど、まあ、これはやっぱスプラ日記か、まあ、運送堂さんの方の本をスプラ日記でもどっちでもいいんですけど1冊はスプラ日記でもう1冊は今ねこれ、はい、このミネルバボックスですね無録の手帳に今この幸せハンコさんのデイリーリフィルでこれ毎日のログみたいのを書いてるんですね。ちょっとあまりお見せできるとこないかなと思うんだけどこれくらいならいいかな。これねこういう風に書いてるんでこれをまあほぼ日のデイリーの方に書いていこうかなって思ってます。幸せハンコさんのリフィル使い切ってないんですけどまあほぼ日の方を使い終わったらまたこっちに戻るかもしれないのではいこれをねでほぼ日でやっていきたいと思います。そしたらこっちのねミネルバボックスどうするんだって話ですけどまあそれはこれ、ね、今スプラ日記とデイリーのログが主な使用用途なんですけど両方ねこっちに取られちゃって他どうするっていう感じなんですけどまだまだねこういうやりたいことリストとか見た映画とか本のリストとかあとね一番これがやってるのはねサッカーですね。サッカーの結果リバプールの試合の結果と点数と誰が点決めたかアシスト誰かとちょっとした感想っていうのをこれ自作リフィル作ったんでそれに書いてるんで
それはね、ミネルバボックスで続けていて、あとまあ日記ですね、スプラじゃなくて本当に普通の日記をここにもっと書いて、まあ今も書いてるんですけど、それもっとリフィル増やして挟めるようになるんでちょうどいいんで、まあこれはこれで使っていけると思います。でね、実際こういうね、閉じ手帳タイプに書くのはやっぱり書き終わってもね、こうずっと取っておきたいものだと思うので、まあ、ちょっと後からも見たくなるような、ちょっと かしこまったっていうか綺麗に書くと思うんですけど、こういうね、システム手帳のリフィルに書くのはもうリフィルは書き終わったらね、ここから外しちゃって、まあ、保管しといてもいいし、もう何だったら捨てちゃってもいいので、本当になんか日記も日々の、まあ、デトックスっていうか結構愚痴書いたりバリ雑言とか書いてたりするんで、まあ、そういう別に後で見返さなくていいなっていうものを書くにはシステム手帳が合ってるかなと思います。リフィルは気軽に取り外して捨ててもいいので、うん、なのでこれが日記専門になってもちょうどいいかなと思います。なので今日はこの第1弾紹介でした。第2弾来るのすごい楽しみにしてます。はい、ちょっとすごい長い動画になったと思うんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。